はいどうも、良い風景です。蒼月の地下の実況プレイです。今回はですね、前回ボス倒しましたけど、多分ここ抜けられるかな。で、ここかな、この辺を通ってですね、礼拝堂のあたりか、このあたりに多分いろいろと行けるところがあるんじゃないのかなと、よく完全に覚えてないので、探索し直しながらやる感じになるので、編集気味になるかなと思います。で、なんだっけ、ブーメランスケルドンかな、あれのソウルを取り直しておきましたね。さあではやりますか。はい、ではまずは、この左上に何かあったんだよね。ハードショットとか、ロングソードだっけかな。ここセーブポイントか。こんなところに拠点あったんだな。知らなかった。よし、じゃあこの多分、右側に多分行けるとこあるから。だからですね、ここにいるわけですけど、この辺りかこの辺りじゃないかなと目星をつけております。これだ。はい、新しいエリアに来ましたね。ここですね。かなり広いんじゃないかな。こういう風にあるんですかね。楽しみです。さあ行きますかね。降りちゃっていいかな。ちょっと待って。ミニデビル、これは何なんだ。特に何もないのか。間違った。かなり広い空間ではあるんですけど、特に何かあるわけじゃない。なんか剣がある。ぜひとも取りたいがいけないな。敵を許せばいける可能性もあるか。よし、虎鉄。持ってるって。虎鉄持ってますから、それ持ってるじゃないか。クソ、頑張ったのにちょっと待った、マップ確認しよう。この上の方にも何か通路があったりするかな。虎鉄だったか。今回多分編集気味だな。1、2分やったもんな。UM23-2。3。3って1ないよ。フライングヒューマノイドと我々呼ぶことにした。懐かしいね。なんだろうね、あれ。風船かなんかをこう、そういう風船飛ばしてるさ、人がいるのかな。それを見たのかな。風船とかじゃない、あれ。多分そうなんじゃないかなって。僕なんか思いますけどね。右か。右の。一応見るか。なんかあるぞ。じゃあそこまで行くの難しい。ちょっと敵が多いな。この数だからな。上行けそうじゃん。でも、なんかある。回復アイテムか。でもさすがにでもあれは取りに行くのは大変だな。なんか登れるみたいだな。しょうがない。こいつか。こいつにやられたよな。
回復しますか。ここで戻されるの嫌だもんな。結構進んでますからね。これでもただ登るだけ多いですね。もしかしたらあれかな、これで、あ、取れそうじゃん。じゃあちょっとあれ取ろう。いや、諦めた。どうみち回復アイテムだな。よし、ちょっとマップ確認しようか。あ、でもこの左の下の方にまだ、これは、あ、なるほど、こんな風になってんだ。あ、新しいエリアか。この上気になるけど、まあいいや。よし、ここだね。さあ何があるのか。罪人の塔。あ、とりあえずこれ厄介だな。拠点ではない。拠点が欲しいな。あ、ユリウスいた。何してんの。床に強力な結界が施されている。奥から嫌な気配を感じる。かんねえ。不可能か。結界が強すぎる。力を使い果たす恐れがある。なるほどね。魔王候補者、あ、そういえばね、二人とも一度は倒したけどね。お、ゴーリエか。共闘だ。これか。ちょっとマップ確認しようか。こんな風になってると。なるほどね。この下に、だからなんかいけるんだね。なるほど。ところで、HP やばい。ちょっと回復しようか。尻尾便利だな。残しとけよかったな。あ、ヤバめの、あ、いい。あいつ枯れるな。なんだこれ。シルバーピアス。シルバーピアス。ディフェンス下がるか。しかしインテリジェンスが上がると。まあ別に赤いマフラーでいいんじゃないかなっていう気がしております。じゃあこっちか。無視するか。どこかに拠点があれば。うわわわ、すっごいねこれ。あんな攻撃を仕掛けてるのか。飲み男か。拠点があれば。なんだこれは。これは上か。ここなんかマップが見づらい。でもなんか綺麗なとこですね、ここ。待って待って待って。尻尾便利だね、やっぱり。あ、これ登れるか。やばいのいるってアイテム使ってさ。
イエーイ。すごいなあれ、すごすぎる。面白い敵だな。エストック、うん、一つたするための剣、これか。どうですかね、威力はでもありそうだけど、やっぱり好みの問題として虎徹の方がいいんじゃないかと。狼のとこいますね、遠距離だ。わっ、すごいだ。あ、ショートダッシュって感じ。マンティコア、ワウルフか、これか。うん、結構強いかもしれないね、これは。なるほどね、ありなんじゃないかな。なんかあれだね、僕のプレイ見てるとやっぱりこうレッドソウルあんま使わないね、ブルーソウルの方がよく使いますね。そっちの方が多分性に合ってるんだろうな。まあ、これでやるかなと。HP が危ない。そこ左行けるか。割と一本目っぽいとこですけど、ちょっと待って。どっかにさ、セーブポイントあったんじゃない？いや、今のところでも、なさそうだよね。多分。多分ですけど。ちょっと待ってよ。避ける避ける。あ、ちょっとまた来た。案外厄介だぞ、あれ。こういう地形だと。あ、ちょっと落っこっちゃう。やばいやばいやばい。なんだこれ。俺も。多分なんだっけ、パペットじゃないよね、パペットマスターじゃないですよね、これ。多分違うと思います。ちょっと待って、あれ、これ倒さないといけないわ。この HP じゃ難しいんじゃないか。UMA ニュース。どれだった？これ？これか。最新の目撃では、強力な光を放つ電球のそば。電球のそば、モスマン電球のそばにいる。地上から高いところで目撃証言多数。電灯のそばね、いるんだね、多分そういう敵がさ、きっといるんですね。あ、やられちゃった、しまった。どっからだっけこれ。さあ礼拝堂セーブしたか。よし、じゃあまあ復帰しよう、復帰。あ、やった、使いのグレートアーマー入手しました。やったやった。とりあえず見てみるか。あ、微妙かもしれない。どうかな、どうですかね、これ。マンティコアの方でも面白いかな。ここか。そうだ、ここ行けるんだ。じゃあちょっと行ってみよう。どう、何がある？これ相性悪いですよ、本当に。あ、新しい領域に行けるってことか。地下冥府だって。
全然違うとこ行けるんだ。なるほど、どうしますか。全く別のエリアにも行けるか。とりあえずセーブポイントがあるからそれにするか。いやボスですね。それチュプカブラじゃねえの。地下冥府と、あとなんだっけ、さっきのなんとかの塔、2箇所行けますね。なるほど、どうする。戻りたいですけど、いやまあでも行くか。今回どうするかな。セーブしに戻ろうかと思ったんですけど、グレートアーマー入手しましたからね。まあいいか、どっか拠点があるかもしれないから進もう。あ、なんかやばそう。いや、右はボスだよな。ちょっと待って、あ、よし、拠点見つけた。まあいいや、これセーブしよう。なるほど、ボスを倒せば先進めるか。ここ地下冥府というところ、そもそもでもあれかな、ボス2度目るかどうかまだ分からないしな。どうなの。あ、いける。じゃあ今回このボス倒してみるか。まあ、いけるかどうか分かりませんけど。あ、魚のボスだ。タイミング分からない。なんか鱗みたいなの落ちてくる。泡を見ればいいか。泡を見ればどこにいるか分かりそうなものか。左から来るか。どこだ。こんな感じでいいのか。で割と今のところ単調ですけど、パターン変えてくるか。ここで背景超綺麗。あ、なんか登れるようになった。パターン変えてきそうじゃない。あ、崩れた。パターン合ってるんかな。とりあえずダメージ当ててますね。この前の人形のボスよりかは。あ、よし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 、これでうまく決めれば。え、嘘、ちょっと待ってなんでしくじったんだ。 HP どのくらいまで回復するんだろう。満タンやだぞ。ちょっと待って、失敗したぞ。あ、くそ。うまくいくかな。よし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 、はい、心落ち着けていきます。よし、あ、なんか結構色派手だな、こう見てみると。あ、潜れるようになる。おー、潜れる潜れる。ラハブ、そういえばラハブの表現ってアイテムあったよね。で、この左の方をさらに探索できるというわけか。よし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 、さあ
ではですね、次回どうする？なんかグレートアーマー2つも入手しちゃって、剣も強化できるし、なんかボス戦でも役立って最高だったね、今回はね。で、なんとかの塔も続きやりたいですけど、次回この先行ってみますか。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。